勝がもうすぐ。そういうのには参加しないって言ったよね。もっと大事なことがあるの。でも今回は記念的な行事だし、シスターのみんなには出席してほしくて。それは君の考えだし、他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわ。それは君こそ今回の行事の責任者よね。変だと思わないの？どこか変かな。今からモンドに戻っても開始時間に間に合わないわよね。君をはめるために誰かが仕組んだんじゃないの？そんな、みんなはそういうことしないと思う。それは証拠次第じゃないかしら。それとも君は他人を疑うことを知らないの？安心して、君がこのまま戻っても誰も怒らないわよ。私が参加すると思ってないでしょうからね。これ以上もたもたしてると本当に遅刻しちゃうけど。そうだった、大事な記念行事、遅刻したらまずい。じゃあ戻るね。なんかあのシスター、詭弁しか言ってなかった気がするな。さっきから気づいてるわよ。君たち誰？何のために盗み聞きしてたの？気をつけろ、危険なやつだと思うぞ。少なくともずる賢いのは間違いない。あら、長い歴史を持つセピロス教会のメンバーよりも君のような素性の知れない浮遊物の方が危険だと思うけど。今の聞こえたのか？すごい小声で言ったのに。ふん、浮遊物を連れた異邦人。なるほど、君が風魔竜を倒した栄誉騎士。その肩書きに免じて盗み聞きの件は多めに見てあげるわ。でないと君たちの返答次第では最悪牢屋に入れる可能性もあるから。え、モンドのシスターは不審者の確保も担当してるのか？少なくとも見て見ぬふりはできないでしょ。シスターにだって正義感はあるわよ。なんだか違和感があるけど、否定もできないな。君たちこそ何のために雪山に来たの？でも君は旅人、偉大な錬金術師じゃないよね。まあいいわ、誰を探しに来たかは分かった気がする。彼を探すならその足跡をたどってみるといいわ。雪が止んでからここを通る人は結構多かったから、まだ残ってるといいんだけど。もしかしてお前も彼を探しに来たのか？違うわ、これらの足跡に元素力が残ってたからね。職業病みたいなものよ。警戒しておいて損はないわ。勝手に思ってなさい。私も彼の様子を見に行くから、行きましょう。足跡に元素力が残ってるなら元素資格を使えば